皆さんこんにちは、黒田真由香です。はい、今回の動画はですね、の前に明けましておめでとうございます。もう2021年になりました。2021年初の1本目の動画になります。まあ何の動画撮ろうかなって結構迷ったんですけど、まあ2021年1本目ということで、私らしい動画がいいなと思って、イエベ春爆発メイクの動画を撮っていきたいと思います。インスタとかをフォローしてくださってる方はご存知かもしれないんですけど、私ついに16タイプのパーソナルカラーの資格を取りました。もともとはそのパーソナルカラーとか顔タイプとかイメコン系が大好きで、顔タイプは実は去年一昨年ぐらいに資格を取っていたんですが、パーソナルカラーの方も無事取得しました。ということで、今まではパーソナルカラーの話とかもこう好きで調べた情報を発信しているだけだったんですけど、今後はまあプロというか一応診断する資格も持っているので、そういうもっと詳しい目線でもね、いろいろパーソナルカラーのこともお伝えしていけたらいいなと思います。ということで、早速イエベ春爆発メイクやっていきたいと思います。まあ、爆発メイクって何なんて感じなんですけど、まあ単純にイエベ春の得意カラーだけを使ったイエベ春感を全開に出したメイクになります。ではベースはエレガンスモデリングカラーアップベース UV の OR220 番を使っていきます。こちらパッケージの通りオレンジの下地なんですけども、今回はなんとなくねパーソナルカラーということでオレンジを選んだんですけど、実際イエベ春だから黄色とかオレンジを使った方がいい、ブルベ夏だから紫とかを使った方がいいとか、そういうことはね一切ないです。カラーコントロールについては自分が演出したいお肌に合わせて選ぶといいと思います。まあ、今回はねイエベ春ということで、まあ血色感がいいようなメイクにしようかなと思ってるのでオレンジを選びました。なのでイエベ春の方でも透明感を出したければ全然紫とか使ってもらっても大丈夫です。たまにねそこを勘違いしてる方が多いなっていう感じなんで、そうコントロールカラーは色がついてるのでね、ついついパーソナルカラーに合ってた方がいいんじゃないかと思いがちなんですけど、それは自分のなりたいお肌とかお肌悩みで合わせて選んでください。どっちかというと色を合わせた方がいいのはファンデーションの方ですね。あの自然に見えるのは、はい。でファンデーションは VDL エクスパートパーフェクトフィットクッションの A02 番を使っていきます。これね最近私がお気に入りでよく使ってるクッションなんですけど、かなりね肌が白目に仕上がるカラーになってます。まあなので若干日焼けとかする夏の時期には向かないかなって感じなんですけど、まあ、この時期私日焼けしなくて一気に白くなるんですよね、なんかだから冬場は結構白めのファンデーション使うのでこれよく使ってます。カバー力もねかなりあってよれにくいし、ツヤ感もクッションファンデの割にはそんなに出ないのですごくね使いやすいです。で次がボビーブラウンヌードフィニッシュイルミネーティングパウダーの2番を使っていきます。これを大きめの筆にとってで顔にのせていきます。まあ、普段の私が使ってるコスデコのパウダーでもいいんですけど、このパウダーの方がよりツヤ感が残りながら皮脂を抑えれるので、さっきのねクッションがそんなにツヤが出ないので今回はこっちにしました。となんか今日私顔の感じ色素薄いなと思いません？眉毛をね脱色しすぎたんですよ。ちょっと昨日の晩脱色してあんまり抜けなくて、今日の朝もう一回やってそのまま携帯いじっちゃってて気づいたら金髪になってました。眉はフーミーアイブロウパウダーのブライトブラウンを使っていきます。最近はね眉パウダーから描く描き方にハマってます。まあ大体だけ描いて後からペンシルで整えていきます。まあでも脱色しすぎたかと思ったけど描いてしまえばいい感じかも。でいつものサナエクセルパウダー&ペンシルアイブロウで眉を描いていきます。まあ、イエベ春のイメージなんで柔らかめに。まあ、やっぱり眉毛の色は大丈夫そうですね。案外抜きすぎたかもぐらいがいいかも。でもう一回アイブロウパウダー取って中を埋めていきます。ではまたパウダーでノーズシャドウも引いていきます。小鼻を殺していきます。でシャドウ私ねどれ使うかすごい迷ったんですけど、今回はこのジバンシーのルヌフジバンシーの01番のこのねオレンジを使っていきたいと思います。まあもうなんとなくねこうイエベ春といったらオレンジメイクみたいなところあるかと思うんですけど、なので今回もねオレンジです。このオレンジは結構オレンジ味というよりも黄味というかブラウン味がちょっと強めなので、そこまでねはっきりとしたオレンジっていう感じの色ではないです。なんかオレンジシャドウを集めまくってみて、オレンジにもねいろんなオレンジがあるなと実感しました。
まあ、ただ家で貼るの方は分かるかと思うんですけど、オレンジシャドウを使い始めたらブラウン張りのスタメン率ですよね。本当にむしろブラウンよりオレンジの方が漏れるみたいな。オレンジについてはね、イエベさんの特権カラーなのでたくさん使っていきましょう。うん、かわいい。でそのまま下まぶたにも入れます。結構がっつり入れちゃいます。はい、では次はこちらを使っていきます。インスタのストーリー広告でよく見かけてたブランドのディアダリア PSIC クイーンのゴッデスという色を使っていきます。多分インスタ頻繁に見る方なら一度は見たことがあるんじゃないでしょうか。あのキラキラのコスメのブランドです。でなんといってもやっぱイエベハルの方はラメとっても得意です。華やかなラメなので、私は基本普段メイクでもマットのシャドウとか塗っても必ずラメをねどっか一部に足すようにしてます。今回は涙袋と二重幅のかなり上の部分かなにちょっと入れていきます。こんな感じで入れて、で指でします。かなり左右で比べてもこっちがぷっくりしてるの分かるかな。イエベハルの方っていうのは多分ここにね真っ白の涙袋入れるよりもちょっとシャンパンベージュとかピンクベージュの方が肌なじみはねいいんじゃないかなと思います。私もパーソナルカラーを知らない時にオフホワイトとかのラメを乗せてたんですけど、なんかこう白浮きするというか老けた印象になってたんですよね。っていうのは多分ね、白すぎる色っていうのはそもそもあんまり肌なじみが良くないんですよね。で次アイラインを引いていくんですけど、エテュセアイエディションジェルライナーの04番を使っていきます。最近私このライナーめちゃくちゃお気に入りなんですけど、若干オレンジブラウンなんですよ。あったかみの強いブラウンになってるので、メイクで色味を使うシャドウ、チーク、リップの中でもアイシャドウって私の中で一番顔色を左右するというか、パーソナルカラーに沿ってる方がよりよく見えるなっていう印象なので、結構アイラインがこれぐらいあったかみがあってくれるとシャドウの色味ともねすごい合いやすいんですよね。しかもねめっちゃ描きやすいんですよ。硬すぎず柔らかすぎず、で私が使ってる感じはね落ちにくいです。アイライナー難民だった方すごいおすすめです。他にもねカラー展開たくさんありましたよ。最近はねもっぱらこればっかり使ってます。まあオレンジ味があるとはいえそのカラーライナーほど全然主張する色ではないので、なんかアイシャドウの締め色の延長線上ぐらいの雰囲気で使えます。で最近私垂れ目に見せたいんでここら辺にもちょっと引きます。もう薄くで爪で動かす。分かりますかね、こっちやった方でこっちやってない方。なんかね肉眼で見るとそんなに差はないんですけど、ここの三角のところ埋めるか埋めないかって写真でねめっちゃ差が出るんですよ。だから最近はシャドウで埋めるか今みたいにアイライナーで埋めるかっていう感じにしてます。でビューラーでまつげを上げていきます。今日はねちゃんとお洋服もイエベ春カラーで合わせてみました。まあブルベ夏の方も着れなくはないかなぐらいの薄めの黄緑になってます。マスカラはラッシュニスタのブラウンを使っていきます。ただマスカラについてはパーソナルカラー云々っていうよりかはこれもコントロールカラーと一緒ですね。印象をどう見せたいかで変えるといいと思います。私も全然黒のマスカラ使ってた時期があるんですけど、黒使ったからって顔色がくすんだりとかまつげに関しては全然そういうことはないと思うので、どっちかというとマスカラの色は顔タイプ案件かな。私的にはその顔タイプがエレガントとか私とかアクティブキュートとかクールの方っていうのは目の印象が強いので、そこを引き立たせようと思ったら黒のマスカラの方がいいと思うし、まあ、ソフトエレガントフェミニンとかそう柔らかい印象の方っていうのは茶色にしてその柔らかい雰囲気を前面に出してあげてもいいと思うし、逆に私みたいにアクティブキュートでもそこまでこうガンと目力を強くない時はブラウンにしたらいいしっていう感じかな。まあ、今日はねちょっとイエベ春感を前面に押し出したいのでブラウンにします。とはいえ最近私ずっとブラウン使ってますマスカラも。はい、チークも迷うことなくオレンジを選びました。 RMK カラーユアルックブラシの1番です。まあそうですね、私もチークはダントツ使う率で言ったらオレンジが多いんですけど、オレンジはオレンジでもこれって結構鮮やかで明るいオレンジなんですね。今日使ってるシャドウみたいにもっと黄みが強いオレンジも持ってるし、イエベ秋寄りのちょっと深めのオレンジなんかも持ってます。チークってこうメイクのバランスを取る役割をしてくれるなっていう風に私的に思ってるので、だいたい
リップとシャドウのこう色合いと合うような色味にするようにしてます。今回はねシャドウも明るめなので、ここでね多分深めのオレンジを持ってくるとちょっとチークだけ浮いちゃうというか、だいたい系統が揃うようにしてます。シャドウに合わせて黄身っぽいオレンジを持ってきてもよかったんですけど、あんまりねこう黄身で揃えちゃうと、私パーソナルカラースプリングの中でもこうブライトスプリングって言って、そこまでめっちゃ黄身感のある色が得意なタイプではないんですよ。なので黄身で来るとちょっと顔色が気ぐすみしちゃうかもしれないなと思ったので、チークはね鮮やかさ明るさ重視の色味でいきました。ハイライトはシャネルのスカルプティングを使っていきます。イエベハルの方はツヤも得意なので、さらにこういう濡れ感ハイライトとかでツヤを出してあげるとよりね透明感が増すと思います。私は肌をマットに仕上げることはあんまりないですね。昔なんかちょっとギャルっぽい時代とかはマットに仕上げてたんですけど、やっぱりねそんなに漏れた覚えがないです。マットに仕上げてめっちゃいい感じのツヤになりました。で最後リップなんですけど、クレドポーボーテルージュルミル8番のスイーティーダーリーを塗っていきます。透明感があってかつオレンジ味赤みも結構あるので、ほんとイエベ春の代名詞かのようなカラーのリップです。グロスいらずでねかなりツヤ出ます。ど真ん中オレンジというよりかはどっちかというと鮮やかさが強く赤みが強いですね。黄身感はそんなにないオレンジです。まあイエベ春の方はど真ん中マットみたいな感じのマットリップよりかはこうやってツヤがあったりとか、マットリップを塗っても少し上からね、まあ、グロスまでいかなくてもリップクリームぐらいのツヤ感を出してあげた方が自然に馴染んだり、よりね全体の雰囲気に似合われる方が多いんじゃないかなと思います。はい、イエベ春感爆発メイク完成しました。どうです、春っぽさ爆発してません？まあ普段からね私はよくこのイエベ春カラーの色を使ってメイクしてるので、そんなにいつもと変化はないかもしれないんですけど、まあ、今回は色味を全部自分のベストカラーで合わせてメイクしてみました。まあ、もちろんパーソナルカラーの資格を取ったりパーソナルカラーを参考にしてるとはいえ、自分のパーソナルカラーじゃない色を使ってメイクするの私はすごい大好きなので、そういうメイクの日もたくさんあるんですけど、やっぱりこのベストなカラーを使ってメイクした日っていうのは透明感とか漏れ具合が桁違いに違うなっていう風にいつも実感します。まあ、あとやっぱりこの時期タートルとかこう顔周りのすごい近くまで来る服の色っていうのもメイクと同じぐらいねパーソナルカラー結構反映しやすい部分となってくるので、まあ今は冬なので結構黒タートルとかね私は出番が多くなっちゃうんですけど、まあ黒タートルとか顔周りに持ってくる時にはメイクはパーソナルカラーに沿ったメイクをするとか、いろいろこうバランスを取りながらね自分に似合うおしゃれっていうのを楽しむようにしてます。それでは今日の動画はここまでなんですけど、この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。